金井さんこんにちは、金ですよ。で皆さん怪奇メール対策どうしてますでしょうか。前回はですねリフレクトショットの取り方と、まあ、その対策キャラである黒の後継者を紹介したわけではあるんですけども、まあ、そのキャラだと毎回ねそれを判断しなければならないのでいつかミスってしまうことがあったりするわけなんですよ。なので今回はさらに簡単に対策することができるキャラっていうのを紹介したいなと思います。まあ、そのキャラが誰かって言いますと、このラインズマンシャルロットですね。まあ、なぜねこの子で簡単に対策していくことができるかって言いますと、この子は SS を打った特殊状態にもちろんなるんですけども、この一番最後の文章、スライスが吸引ショットに変化します。なので、まあ、あのねリフレクトショットがもういろんなとこ行かずに真ん中にシューッと戻ってくるわけですよ。すごい簡単に取れます。しかもこの子はなんかいろんな能力ゲットすることができるんやけど、あのお餅お化けでめっちゃノックバするやつもノックバック無効つければ問題ないし、まあ、燃焼とかつければ相手の体力も枯らせたりするので結構優秀だということで、今から試合を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。相手ネットは3014で、もちろんのことながら相手には怪奇ミューエがおって、まあ、黒の後継者とパルメが、まあ、後ろに並んでるという感じになっております。まあ、ショットに関してはね違うキャラで行くか、まあ、別にシャーロットで行っていただいてもいいかなと思うんやけど、まあそんなに初手性能強くはないんで、パルメとかに来られてしまうとやっぱりね瞬間的に得点されてしまう可能性とかあったりすると思うので、できるのであれば他のキャラで行ってくれたらなと思うんやけど、まあ別に行けんことはない性能かなと思います。もし初手から行くのであれば、右下ら辺に多分あると思うんですけど、水色のねスピードアップのやつを取っていただくと戦いやすくなるかなと思いますので、よかったらスローでつけていただけたらなと思います。で SS 打つまでの間に初めに絶対取ってください。初めに取ってから、まあ、SS 打ったらまたね5つの剣が出てきますので、それでまた取っていくみたいなことをしてくれたらなと思うんやけど、まあ、これを取る優先順位に関しては、もしこのねミュウエと戦っていくのであれば、これちょっとこの時まだね取る順番とか何も考えてなかった時のことやからあれやねんけど、右上にね緑色のやつがあるんですよ。それがノックバック無効のやつなんで、それを取ることによってお餅お化けが一切怖くなくなるんで、まあ、それをぜひともね一発目に取っていただけたらなと思います。この緑ですね、はい、これを取ってあげるともう何も効かない状態になります。ただまあお餅お化けとかのこのなんか下列踏んでしまうと未了とかかかってしまうんで、そこはちょっとうざかったりするんですけど、まあ吸引さえしてしまえばね、まあ普通にグッド以上で返すことは容易かなと思いますので、それで対策してくれたらなと思います。でまあもちろん剣を5個取ればジャスト確定になりますので、この未了も問題ないって感じになるんやけど、まあ初めの方は5個なんか一気に取ることはできないんで、まあそうグッド以上で返すことを意識して戦っていただけたらなと思います。でまあ戦い方に関してなんやけど、初めスピンは打っといてほしい。スピン打って燃焼かけて、まあ別にね燃焼かけんでも、こっちがロブって相手がハイジャン打ってくれたら体力からすんのすごい簡単なんやけど、相手がハイジャン制限タイプの人なのであれば、そんなにからすことは難しかったりするんで、まあとりあえず燃焼かけたら10秒間は多分ね燃焼かかったはずなんで、そっからは、まあ、普通にスライスとか打って、まあ、枯らしていくみたいな感じでやってくれたらなと思います。なのでまあラケットに関してもスカルマグナの方が体力枯らせていいかなとは思うんやけど、まあスロットスキルまでダメージ厳選にしなくてもいいような気がします。ちょっとだけ SS 回転率を落ちてしまうので、やっぱりまあオンザラインショットって何回も打てた方が他のキャラに対しても戦いやすいみたいなのがあったりすると思うので、まあ、僕のおすすめとしてはスカルマグナにまあ2ポイント以降 SS ローカルアップであったりとか、3ポイント取るまで SS ローカルアップをつけていただくのが、まあ、安定なんじゃないかなとは思っております。でまあ2戦目ももちろん怪奇ミュウエと戦ってる感じになるんやけど、この試合は怪奇ミュウエには勝つことできたんやけど、パルメには全然勝てへんかったみたいなのがあったんで、まあ、パルメ対策は仲間に入れといた方がいいんじゃないかなと思いました。というかパルメが強すぎると個人的には思うんですけど、どう思います？まあ別に今の時点でパルメに勝てるキャラがいるのであれば、そのキャラプラス、まあ、ミュウエに勝てないのであればシャルロット入れるであったり、僕は前黒の後継者紹介したと思うんですけど、黒の後継者で対策するなりしていただけると、まあ結構ね怖くなくなるかなと思いますので、やっていただけたらなと思います。で緑のやつ取ってなかったらこうやってノクバしてしまうんで、まあ、できれば初めに取っていただいた方がいいと思います。でまあ今 SS 封印されたかなと思うんやけど、こっから結構ね俺積んだんよ。だからまあそれも考えると、この子ラインズマンやから最低しなきゃと持たせると、まあ、絶対弾がアウトしなくなるし、 SS 封印も回復することができたりするんで、最低しなきゃともいい気がします。ただまあこういう感じでハイジャンいっぱい打ってくれる人やったらいいんやけど、打ってくれへん人に対してはやっぱ燃焼でカラーさざるを得ない状況っていうのが出るかなと思うんで、俺はちょっとスカルマグナにしてるんやけどって感じやから、まあ、どっちも持ってる人はどっちも試してみてみたいな感じにしていただけると、まあ、結構勝率も上がるんじゃないかなと
思います。でまあこうやってねスピンを定期的に打って燃焼をかけるみたいな作業の時にこうやってリフレクトショット飛んでくる時があったりするんで、まあなんて最低限取れる知識みたいな必要だと思うんで、さっき紹介してたやつね、取り方わかんない方はよかったら見てくれたらなと思うんやけど、まあこの子以外で吸引するんであれば一応エリスっていうキャラがおるんやけど、まああの子って別に吸引できるだけで得点力あんま生んでいけないよね。まあヘリオエセス打ったらええやんと思うかもしれへんけど、ミュウエって瞬間移動できるんで、まあ全然取られてしまうよね。ほんでまあもし相手がレフゴスカリスなんか持ってようもんならそのヘリオでもう速度が上がったやつがバーン飛んできてしまうので、まあそこが嫌だと。なのでまあこのシャルロットで戦う時もそうやねんけど、この子オンザライン SS なんで、それをレフコスで、まあ、瞬間移動で簡単に取られるわけじゃないですか。なので体力枯らしきってから SS 打つであったり、まあさすがに得意状態切れたらね、まあ、SS は打つべきかなとは思うんやけど、まあ、一応まあ相手がレフコスカリスを持っていた場合は、まあ、オンザライン飛んでくる可能性はあると考えながら戦った方が勝率は上がるかなと思いますので、まあそういうところはね考えて戦っていただけるといいんじゃないかなと思います。でさっきも言うたかな、これパルメ、ミュウエに対してはシャルで勝つことができたんやけど、パルメに対してちょっと厳しかったんで、まあ負けてしまったんですけど、この試合はね。けどまあ全然勝てる相手もいたりはするんで、まあ頑張って立ち向かってもいい人は多いけど、まあパルメは違うキャラで行くことを、まあ個人的にはおすすめするっていう感じになっております。でまあ3戦目に関してはですね、もう1、2戦目で怪奇メインに対してシャルロットで勝っていけるっていうことは分かったかなと思いますので、まあ今の環境で他のキャラどんだけ戦っていけるかっていうのの証明のための試合となっておりますので、ちょっとライブ配信なんで画質は悪かったりするんですけど、まあぜひ見ていってください。どうぞ。クロカ自身入れ番ギミック出されんから、ロブレンで終わられそうな気もせんでもなくない？ラインズマシャルで絶対勝てないのに邪神ハル M 攻撃者愛車くらい、マジ？ほんならもうエルシャルの時代やんそれは。よいしょ。エルシャル普通に優秀やんな。ジャスト確定が、まあ、途中からしかつかへんけど、まあ、それがついたりだとか、オンザの SS 打てたりだとか、吸引できたりだとか、まあ、普通に燃焼で体力枯らすこともできるし、スピンも速いし、ということで、素晴らしいですよね。ほんと、このタイミング試してみる？いけるんかな？後継者の安定姿勢やけど。一回、この子で SS 貯めよう。よいしょ。毎回なんか宝石出てくる。なんかビャーンってなる。うわ、マジ？ボレーで返そうと思ったらもうええわ。するしよ。これはエルシャルを使いなさいとの助言が来ました、きっとね。ガチ系でどうやって食べてますか？まあ、毎日試合することによって、5勝ぐらいすると、マックスでガチャポンもらえて、あとダブルスも1回したら5ガチャポンもらえるとかもあったりするけど、俺はそれやってない。それと、まあ、交換所に来るのが全てかな。あと、ま、チームタウンで財宝が出てくるから、まあ、それでもガチャポ、多分月に200ガチャポイントぐらい合計でもらえるんかな、わからへんけど、まあ、そんなんがあったりだとかって感じかな。まあ、一応前にガチャチケの集め方16戦っていう動画出してるから、ちょっと今シーズン2になってるから、ちょっと仕様変わってたりするんやけど、まあ、少なくとも結構全部重なってたりするから、よかったらそれを見てくれ。さすがに16個も覚えてないわ、俺。無意識にやってたとしても今思い出すことができないから、ぜひそちらを参照していただけたらなと思います。これ吸引できんやんな、相手打球ここ向かわれんな。オッケー。あー、マラジャスト確定ついてないの忘れてた。お前ええんじゃん、スライスで全部これ。相手なんか前に来おへんし。よいしょ。え、待って、この子って、あー、なんか傷食らわへんの？この子空中向こうがなんかついてんの？それか状態異常向こう系がついてんのかな。腹パンすんなよ。オッケー。やばいってさ、やばない。一回もオーバーフロー切れてない気がするんやけど。しかもドリンク今予備一個あるとかやばくない？どうしようもないやん。やばすぎ。困ったな。そんなんは半端ない。ダメージ入れようぜ、バーン。全然入ってない。危な、ミラージュスマッシュで死ぬとこやった。お、やっと体力借りてる。いいじゃん、いいじゃん。効くんかい。あれ、さっきまで奇跡的に効いてなかった？今もうボレーでもう完全にもうウキウキで決めに行こうとしとったのに。マジかよ。いや、ほんならルチアに勝たれへんくらい？勝てるんこれ。だって相手、あれやろ、オーバーフロー状態中燃焼効かへんからな。体力枯らすのにも、関係ないしな。ラッキー。相手誰で来んのやろ。外線チケットなくならんよね。スピードタイプまではずっとあり続けるよ。次の外線には使われへんと思うけど、さすがにね。これオンザもったいないかな。うわ、もったいなかったかも。やばい！あ、ラッキー、ありがとう、キー。俺は気を信用してるよ。割と後ろおったら、あれか、巨人の手、振りかかってこうへんか。いやー、振りかかってくるって、危な。オッケー。あー、意外といける？避けれたら。避けれたらいけるかも。
あれ、待て、これフラットサーブないわ、スピンや。なんかフラットサーブ探して今、吸収選択選んでったけど、あれ、ないってずっとなって。スピンでしたわ。わおー、アウト先駆でちょっとホッとしてたら、そのホットの隙に SS 打ってくるのはちょっとあれやな。人の心を騙すためにやっとうな、ほんま。いけ、オンザ。あ、ガン、ちょちょちょ、あ、これスマッシュ。これはスマッシュ打ってからの、あ、オッケーオッケー。決まった方が嬉しいよ。さあ、ドーン。これ来たんちゃう？後編は。お、体力枯れてる。素晴らしい。あれ、体力ある。なんで？ドリンクーンと、あ、でも、相手あれか。別になんか、宝石みたいなのとっても体力はそんな回復せえへんよな。あ、でもドリンク無敵にはなるんやったっけ？どうやっけ？あ、なってるわ。ドリンク取ったかな？わからん。でもパルメな、絶対アウトせえへんからな。まあ、こっちも最低下だけども出したらアウトせえへんねんけど、それよりかはやっぱ燃焼の体力からした方がなんか強いような感じするから、今は。だから俺はちょっとスカルマグラ持たしてみてるけども。どうなのかはわからない。いやー、やばい。ジャスト確定じゃないからさ、そんな前いけないよ。あ、これ吸引できるんや。そうか。あいつジャストじゃなかったら吸引できんのか。いけ、オンザドーン。お、いいね。スカルマグラええやん。普通に。スカルマグラ、ラインズマンシャル、アリよりのアリ。